はい、こんにちは。樋口喜一郎記念館の館長の江崎です。よろしくお願いします。この記念館を作るにあたってですね、2年ちょっと前にですね、こういう樋口喜一郎中将という方がいるということをですね、知りまして、そしてそれを記念館を作る準備を進めましてですね、で去年の9月にオープンという形になっています。なぜそういうふうにしたかというとですね、非常に世界に誇れる人道主義者であるということ、一つはですね、もう一つは北海道を救ってくれたという2つの点でですね、この記念館を作っております。記念館を作るにあたって石狩をどうして選んだかと言われますと、石狩とは あまり関係はないんですけども、やっぱりその北海道を救っていただけたということで、どこに建ててもいいんじゃないかという発想から石狩ということで、作らさせていただいたんですね。石狩から情報をいろいろ発信することによって、樋口喜一郎中将のですね、ことが皆さんに分かっていただける、ここからですね、発信することで分かっていただけるということがですね、一番の目的で作っております。シミシ島の戦いというのがあって、旧ソ連がですね、北海道を半分取ろうということを考えてですね、それをですね阻止したという方が樋口喜一郎中将です。そういう面からで北海道の恩人だと私は思っております。それでもですね、北海道の人たちは、道民の方、ほとんどの方が知らないという非常に残念なことがありましてですね、それをですね、少しでも多くの方に知っていただき、やっぱり素晴らしいこの方をですね、皆さんが知っていただくということが目的で、ここを作らさせていただいたという形です。